バウアー、メジャー球団が自分との交渉の席に着かないくせに、今永についての情報提供をって言ってくることに怒ってるみたいだな。情報提供に見返りなし、怒るのは当たり前やわ。バウアーどうなるんかね。バウアーが日本残留したら相当ペナントレースを左右するんだろうな。あんなのが中4日で投げたら20勝狙えるんやろう。ソフトバンクやったら10億くらい出しそう。オリックスは山本打った金がうなるほどある。今永よりバウアーの方が結果出しそうやない。バウアーかわいそうに。メジャー球団とは交渉してもらえないのに今永の情報を教えろ言われるし、横浜には残らんやろ。山川はあんまし歓迎されんのにバウアーは歓迎されるんやな。